学齢とは学校に就学して教育を受けることが適切とされる年齢のことである。日本では満6歳の誕生日後の最初の4月1日から9年間が該当する。第二次世界大戦後の日本においては義務教育の対象年齢にあたるもののことを学齢と称するため日本国籍者についての学齢期と義務教育期は同一のものを指している。このため あえて義務教育と学齢の概念を区別して解説する意味は薄いが、かつては学齢期と義務教育期間は明確に異なる概念であった。学齢は義務教育と関係が深い概念なので、より深く理解するには義務教育の記事も参照。日本では教育基本法第5条第1項及び学校教育法第16条において、 日本国民である保護者に対し、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負わせている。その学例は、学校教育法第17条で定めており、原則として、この満6歳の誕生日以後における、最初の学年の初めから6年間を小学校等に、小学校等終了から15歳に達した日以後の、最初の3月31日までを中学校等に、就学させる義務を負う。 この9年間を学齢期と呼ぶ。保護者に日本国民が含まれない子は義務教育の対象外であるため、この期間を義務教育期とは呼べないことになるが、学齢期と呼べるかどうかについては、正式な決まりはない。しかし保護者が日本国籍である子に限れば、学齢期と義務教育期は同義である。正式には、 小学校などの初等教育の家程に対する学齢と、中学校などの前期中等教育の家程に対する学齢の二つがある。義務教育を実施することと合わせて保護者が、小学校などの初等教育の家程に、就学させなければならない子は、学齢児童と称され、保護者が中学校などの前期中等教育の家程に、就学させなければならない子は、学齢生徒と称される。 住民基本台帳に記載されている学齢期の子は、市区町村の教育委員会によって学齢簿に記載される。就学の手続きについての詳細は、就学事務を参照。学齢児童と学齢生徒には懲戒処分としての定額の措置ができないが、学齢超過者に対しては可能である。この定額禁止規定は、保護者が就学させなければならない子にのみ適用される。 なお、国籍については、保護者が日本国籍を有していれば、子が日本国籍を有していなくとも、保護者が就学させなければならないことなり、逆に、子が日本国籍を有していても保護者に日本国籍を有する者が含まれていなければ、保護者が就学させなければならないことならない。日本において、誕生日が1月1日から4月1日までの間に、ある場合、俗に、 早生まれと呼ばれる。これは日本における小中学校の学齢期の制度が次のようになっていることに由来する。日本における学齢期は学校教育法17条1項によって万6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから開始する。この場合、満6歳に達した人は年齢計算に関する法律が民法143条を順用するために 誕生日の前日の満了によって年齢が加算され、以後とはその基準となる時点を含み、学年の始めとは、学校教育法施行規則59条により4月1日を指している。すなわち、4月1日生まれは、満6歳に達する3月31日の、翌日から開始する学年に含まれることになり、翌日の4月2日以降生まれより1学年上ということになる。 以上の結果から、小中学校は原則として、同じ学齢は4月2日生まれから翌4月1日、生まれまでの児童、生徒で構成されることになる。これに関して、4月1日が早生まれに含まれるのは、2月29日が、誕生日の人のためであると説明されることがある2019年3月22日放送。が、この説明は、 年齢計算に関する法律の存在理由を述べたに過ぎない。上記の通り、満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の始めを学齢期としてある現在の学校教育法が満六歳に達した日の翌日後という表記に変われば4月1日は早生まれとはならない以上2月29日生まれとの関係はない。なぜ 現行の学校教育法が、日の翌日以後という表記になっているかは明らかになっていない。そのため、生年ごとに見ると、同一学例で、誕生日が1月1日から4月1日の児童生徒は、4月2日から12月31日までの児童生徒よりも少年が一つ後になる。なお、年度単位で見れば、4月1日生まれの児童生徒が1年度後に、 なる以外は、変わりがない。これらの誕生日が、早生まれと呼ばれるのは、かつての数え年に由来するとされる。すなわち、誕生日がこの範囲にあるものは、小学校等の修学が、前年の4月2日以降に生まれたものと同じとなり、同年生まれのものの中では、修学が1年早いことに由来する。学齢期と字面が似た言葉として、学童期があるが、これは、 小学生の時期を表す用語である。学童の語には、法令上の定義はなく、厳密に、何歳の範囲という決まりではなく、小学校入学から、卒業、退学までの期間を一般的に意味する。しかし、日本では大多数の小学生が6から12歳である。ため、医療、保健衛生の分野では6から12歳を学童期と、呼称する用法も見られる。学齢期が、 初等教育及び前期中等教育を受けるのに最適な年齢であるという保障はない。各人により発達の個人差があるし、また人によっては入院などのため学校を通じて学ぶことができない期間が生じることもあるので、個人によって学校教育を受けるのに適した年齢に差もあるという考え方がある。こういった考え方は日本でない各国では、 一般的であるが日本では、ほとんどの場合、学齢期と小中学校の在学時期が重複している。そのため早生まれは勉強、スポーツなどで劣等感を感じやすく、それによる、モチベーション低下で不利になりやすい。特に、スポーツ少年団では、小柄な早生まれが、補欠になることが多い。そうなると練習が後回しになったり、試合という絶好の成長チャンスを失ってしまう。 学齢に達したものが学校の授業に適応できる程度まで成長していることを学齢成熟と呼ぶ。ドイツなどでは小中学校での言及留置は学齢成熟に達していない児童を小学校に入れることが原因で生じるという考え方があり小学校の就学年齢をある程度可変にして学校にうまく適応できるようにしている。義務教育所学校に在学しているものは ほとんどが学齢期のものである。この理由としては、以下のものが挙げられる。学齢期に達していないものは、義務教育小学校への入学は禁じられている。第二次世界大戦前には、この規制は、幾分緩やかだったため飛び入学のような形で、早期に小学校に入学した例もある程度、見受けられたが、戦後は、明確に禁止されている。近年、 教育改革の議論が高まる中で就学時期を1年、程度を早めたり遅めたりすることが容易に可能となる、制度にしようとする意見もあるが、就学時期を早める方については現時点では、不可能である。ただし、ごく稀な話であるが、昭和20年代に、地方公共団体のミスで、学齢期に達しないうちに小学校に入学させて、しまい、 しばらく経った後にミスに気づいたという例があった。この場合は、借子定規に学年を変更すると在籍者への悪影響が大きいと考えて、やむを得ないものとしてそのまま進級させ、14歳で中学校を卒業させた。なお、この生徒は、高校進学の際は中学校を卒業しているために、高校入学資格があるとされ、14歳での高校入学は、 可能とされた。学齢期を過ぎた者は、義務教育小学校に在学する必要はないが、在学は禁止されていない。1952年に、伊丹市の紹介に対し文部省は、一般に、学齢児童生徒以外の者が、公立の義務教育学校への修学を願い出た、場合には、教育委員会は、相当の年齢に達し、かつ、学歴、 学校の収容能力等の諸事情を考慮して適当と認められるものについてはその修学を許可して差し支えないと回答し学齢超過者でも入学が可能な場合があるとの見解を示している例えば中学校2年までは最低年齢で在学していたものの1年間の減給留置をしたために卒業時には16歳であったというケースの場合最後の1年間は 学齢超過者として中学校に在学していたということになる。この場合、学齢期を終えた時点で本人及び保護者の意思により退学することは自由であった。なお学齢期の者が在学中に学齢を超過することになり、本人の意思によって在学を継続する場合は、公立、私立ともに教育委員会の許可を受けずに校長の権限で継続在学可能であるが、 学齢超過者が新たに入学しようとする場合は、公立学校においては、教育委員会の許可を受ける必要がある。これは、小学校卒業直後に、公立中学校に進学する場合も中学校への新入学扱いとなるために、同様の扱いになり、小学校卒業時に学齢を超過している場合は、公立中学校に入学するときに、 改めて教育委員会の許可を受ける必要があることになる。日本では義務教育所学校に在学している学齢超過者は5万6000人以上存在すると見られるが、これは義務教育所学校の全在学者のうちの約0.49%であり、中学校などの前期中等教育の学校の全在学者のうちの約1.37%にあたる。多くは 長期入院、帰国子女などで、一学年下で学ぶという場合である。ただし、学齢超過者は、必ずしも、義務教育小学校への入学、在学が保障されているわけではない。夜間中学校などでは、積極的に受け入れているものの、多くの中学校では、入学を断られる場合も多い。多くの文献では、学齢超過者であっても、義務教育未終了者であれば、 一般の中学校でも受け入れるべきであるとの見解をとっているが、実際には受け入れを拒否している教育委員会も多い。また、夜間中学校であっても、すでに中学校の卒業証書を受け取っていると、入学が難しくなることが多いとされる。近年は、特別支援学校の小学部、中学部などで、主に障害のため学齢期に就学義務の免除を受けた。 学齢超過者を積極的に受け入れているケースもあり、以前には学習権を保障されなかった人への保障を行っている形である。日本において学齢の概念が現れた時期は義務教育制度が開始された時期とほぼ時を同じくする。1872年に定められた学生では学齢については特に規定がなく、加藤小学と上等小学の計8学年を 必ず卒業すべきこととしていた。その後すぐ、1875年の文部省二つにより、満6歳から満14歳までの8年間を学齢と定められた。このように、当時は4月1日を起点とするものではなく、誕生日を起点とするものであった。このため、学齢の式と修学の式は一致しておらず、学齢に達してもすぐには小学校に、 入学できないのが通常であった。1900年の改正小学校令では、満6歳の翌月から満14歳との規定に変更された。なお、この当時の義務教育年限は、1900年の改正小学校令によって、学齢到達日以降の最初の学年の初めから、尋常小学校の終了までと定められていた。すなわち、式については、年齢主義で、 周期については、家庭主義で定められていたのである。ただし、注意すべきことは、学齢期は8年間とされていたのに対し、尋常小学校の修行年限は、当初4年間、途中から6年間となったことである。すなわち、尋常小学校に、義務教育の式と同時に入学して、6年間で、終了した場合、なお、学齢の周期まで二年間の余裕があることになる。 この場合、学齢の周期に達していなくても、小学校課程を終了したので義務教育はそこで終了するとみなされていた。逆に、尋常小学校を終了していなくても、学齢の周期に達すれば、義務教育はそこで終了するとみなされていた。このように、義務教育の周期については、年齢主義と家庭主義の組み合わせによって定められていた。 義務教育終了年齢が12歳までだった時期はない。戦前のすべての時期は、義務教育とは、学齢期のうちの一部の時期に行われるものに過ぎず、学齢期であることがすなわち義務教育の対象であるということではない。初期においては、社会的な事情によっては、学齢期のうちの義務教育期間は、最低16ヶ月でよいという規定ですらあった。また、 戦時期の青年学校義務化では、男子は19歳までの就学義務があったが、これは当然学齢を超えている。このように学齢と義務教育の結びつきは固定化しておらず、自由度が高かった。なお、明治維新から終戦直後まで義務教育期間は幾度も変更されているが、学齢期はずっと6歳から14歳までの8年間のままほぼ変更されていない。 1941年の国民学校令の条文では、6歳の4月1日から14歳の4月1日の前日までの8年間が学齢期、義務教育期間とされた。すなわち、これまでの義務教育周期を家庭主義併用で定める、方式を廃止、式、周期ともに年齢主義のみで定め、また、学年の式と周期にも一致させたため、法令上では、 学齢期と義務教育期がイコールとなったのである。しかし、国民学校は当初6年制のまま経過させ、1944年以降の8年制化を計画していたが、選挙区の悪化によって国民学校令等戦時特例が制定され、それ以降も6年制のまま制度は消滅したため、やはり法令上の学齢期と実際の義務的、就学期間は一致していない。 すなわち、この時期も、家庭の終了と学齢の到達の両方が周期とみなされるという点で、実際には、従前と、同じく年齢主義と家庭主義の併用であった。戦後の学生改革により、1947年には、6歳の4月1日から15歳の4月1日の、前日まで、の9年間が、就学義務期間と定められ、2年間の移行期間を経た、上で、 1949年からは、実質的にも、義務教育期間が9年間となり、現在に至っている。現在の制度では、義務教育の式と周期は、完全に、年齢主義での規定となっており、その期間を学齢期と呼ぶことから、義務教育期と学齢期は同じものを指している。個別の子供の状況に応じて、小学校に入学する時期に1年程度の幅が、見られる国もある。 これはドイツ連邦共和国などで見られ、保護者や現場の教員などの意見が反映される。小学校で教育を受けるのに、適切な発達段階になることを学齢成熟と呼ぶ。欧州などでは、学齢成熟を待ってから初めて小学校への入学をする場合も多い。こうすることで、小学校入学後に落ちこぼれて、落第をすることを減らせるというメリットがある。なお、 英語圏でも、スクールエイジなどの単語はあり、学齢と訳されるが、必ずしも法的な定義や日常会話でのその意味する。ところが、日本の学齢と同じとは限らない。むしろ発達段階に関する場面で使われることもある。ありがとうございます。